はい、こんにちは、116ウィンズです。さて、今年のトレードデッドラインまであとちょうど6週間となりました。今年は現地8月1日がトレードデッドラインとなっていますが、これから6週間の間、コンテンダーのチームを中心に今のチームに必要な選手は誰かを見定めながらトレードに動くこととなりまして、期限に向けて移籍市場も徐々に活発になっていくことでしょう。今年は例年と比べてプレーオフ争いしているチームが多い、すなわち今シーズンを諦めて主力選手を明確に売ろうとしているチームはまだ多くはなく、トレードデッドラインが近づくまではどのチームが売り手に回るか見えてこなさそうでありますが、今回は現段階でチーム成績からして売り手に回る可能性がある、トレード市場に出てくる可能性がそれなりに高そうな注目選手をピックアップしていきます。トレードデッドラインまで状況変化すると思いますので、今の段階でのお話と聞いていただけると幸いです。まずはピッチャーから見ていきますが、カブスのマーカス・ストローマンは今年の夏大きな注目を集めそうです。カブスとの3年契約2年目ですが、今季オフにオプトアウトを選択し FA ともなれるため、カブスと契約延長という話にならない限りは今年の夏移籍の可能性は高いでしょうか。今季のストローマンはここまで FA 前に最高のシーズンを送っていまして、15先発でリーグトップの防御率 2.45、 MLB 全投手トップのウィンズアボリプレイスメント 3.6、 ゲームメイクの面でも安定感は抜群で、今季6回以上投げた試合は全てクオリティスタートですし、15先発中クオリティスタート13回と文句なしの内容です。フロントラインスターターを欲しているチームであれば、まず今のストローマンは狙いたい選手だと思いますし、大谷選手とかそのクラスがトレード市場に出てこない限り、この夏最注目選手の一人となりそうなストローマンはカブスに大きなリターンをもたらすかもしれませんね。続いてはタイガースのエドワルド・ロドリゲス。今季がタイガースとの5年契約2年目ですが、こちらもオプトアウト可能となっていまして、成績からしてその可能性も高くなっている選手です。昨年は精神的にも苦しい1年となってしまったロドリゲスですが、今季はタイガースが5年契約を与えた理由が分かるようなスタートを切っていて、ここまで11先発で防御率 2.13、 ウィンズアボリプレイスメントは 2.5、 ここまではかなりハードヒットを抑え込んでいて、特にフォーシームとカッターのコンビネーションが例年以上の結果を生み出しているようですが、先発としては三振も奪える部類の選手ですし、獲得を検討するチームはそれなりにいるんじゃないのかなと。一方でロドリゲスに関しては少し調子の波もあるような印象がありまして、いい日は本当にそれこそ7回8回0を並べることはできるんですが、悪い日は5回までに3点4点取られて早々に降板みたいな印象もまあなくはないので、そこをどう見るかですかね。またホワイトソックスのルーカス・ジオリトも先発市場では注目選手となりそう。昨年は全くもってらしくない1年となってしまったジオリトですが、 FA を前にした今季ここまでバウンスバックのシーズンとなっていまして、15先発で防御率 3.54、 ウィンズアボリプレイスメントは 2.2、 失点を防ぐ点においては2021年並みの水準までは戻しています。ジオリトに関してはこちらも先発2番手3番手クラスの活躍を見込めそうな点に加えて、本期の年俸が1040万ドルと、ここまでご紹介したストローマンやロドリゲスと比べれば安く、年俸の面でもミドルマーケット以下のコンテンダーでも手を出しやすい点は市場で強みとはなってきそうかなと。一方で気になるとしたら非バレル率の高さ、まあもともと高めの選手であるんですが、これが 9.9% とここ数年と比べても高く、かつ三振を例年よりも奪えなくなっている点から、今の成績は多少出来すぎな部分も完全には否定できない点でしょうか。続いてはブルペン市場ですが、現段階ではロイヤルズのアロリデス・チャップマンに興味を示すチームは多くなりそうですよね。1年契約にて今季からロイヤルズに加わったゴーアン・サワンは昨年のスランプを払拭し、平均球速も V 字回復、26試合で防御率 2.96、 ウィンズアボリペースメント 0.6 の活躍でロイヤルズブルペンを支えています。チャップマンは相変わらず荒れ玉で、対戦した全打者に占める予視球の割合が 16.3% とめちゃくちゃ歩かせてはいるんですが、その分奪三振の割合も 42.3% とめちゃくちゃ高く、また打球関連の指標もほぼ文句なしの内容ですので、ゲーム終盤相手打線の追い上げを完全に封じてほしい時に、まさにそんなピッチングができるのがチャップマンという選手です。カブス時代の2016年はチームの世界一に大きく貢献するなど大舞台での経験も豊富ですし、ブルペン強化を目論むチームを中心にロイヤルズへの問い合わせは多くなりそうですかね。ここからはバッターを何人か見ていきますが、まずはカブスのコーディ・ベリンジャー。ドジャースからノンテンダーとなりカブスに加入したベリンジャーですが、獲得当時トレードデッドラインで転売できるような活躍を見せてくれればと期待していたところ、今のところその期待に見合う活躍はしてくれてるんじゃないのかなと。怪我の影響で1ヶ月ほど離脱した時期はありましたが、ここまで40試合で打率2割6分、 OPS 8割2厘、 ウィンズアボリプレイスメント 1.5、 近年の成績不振の一因でもあった三振を今季大幅に減らし、その分ハードヒットとパワー面にやや影響は出たかもしれませんが、トータルの攻撃での貢献度はここ3年くらいで一番かなと。またセンター守備は相変わらず一流でプラスを稼げていますし、センターラインを強化したいチームにフィットしそうです。もう少しパワー面が上向けば、それこそ野手のトレード市場でもかなりの注目度となるかもしれませんが、残り6週間ほどでさらに価値を高めることはできるでしょうか。続いてはホワイトソックスのティム・アンダーソン。アンダーソンは来季1400万ドルのクラブオプションがあるため、獲得したチームは来季も保有できる選手となっています。
直近4年間はショートながら毎年打率3割以上のハイアベレージをマークしてきたアンダーソンですが、今季はヒットメーカーぶりに陰りが見え、打率2割5分、OPS5 割8分4厘、ウィンズアブリプレイスメントマイナス 0.8 と期待を裏切るシーズン。ホワイトソックスは今季限りで契約が切れる選手のみをトレードするのではないかと噂されていますし、来季も保有できるアンダーソンをキャリア最低クラスの成績を残している状況下で本当にトレードするのかは実際のところ微妙かもしれません。ただ今年のトレード市場は目星ショートが出てこない可能性がある点、今調子が悪いとはいえ復活すればオールスタークラスの成績を残すことができ、かつあと1年半保有できる点も考慮すれば、今のアンダーソンの成績であってもそれなり以上のリターンは見込めるかもしれませんし、見返りによってはホワイトソックスが彼を手放す可能性はゼロではない気がしています。続いてナショナルズのジェイマー・カンデラリオ。タイガースからノンテンダーされ今季ナショナルズに加入したサードですが、密かにバウンスバックしていまして、ここまで OPS7 割8分8厘 WRC プラス112、そしてウィンズアブリプレイスメントは 2.2。 特に5月中旬頃から打撃の調子を一気に上げていまして、5月15日以降に限ると打率3割2分と絶好調。この期間の WRC プラス170は MLB 7位の好成績で、またサード守備でも DRS プラス4、OAA でプラス7と大きくプラスを稼ぐなど、攻守バランスよくソリッドにチームにプラスをもたらしてくれそうかなと。今期の年俸も500万ドルとかなりお手頃で、かつ獲得に際してトッププロスペクトなど大きな見返りもおそらく必要ではないことから、サードのアップグレードを狙いたいチームにはなかなかおすすめできそうなトレードターゲットになりそうですかね。そして最後はロッキーズのキャッチャーエリアス・ディアス。2021年オフにチームと結んだ3年契約は来季まで残っています。パイレーツ時代の2018年を除けば基本的には平均以下の打力のキャッチャーという印象が強いディアスですが、今季は32歳のシーズンにして打率2割8分9厘、 OPS7 割9分7厘、ウィンズアブリプレイスメント 1.9、 平均程度には打つことができ、かつ1年半も比較的安く保有できるキャッチャーは多くのチームにとっては魅力的なはず。結局トレードされなかったとはいえ、昨年のウィルソン・コントレラスばりに打てるキャッチャーがトレード市場に出てこない可能性もある中で、キャッチャーの打力に大きな課題を抱えるチームは興味を示しそうですよね。ただまあこれはロッキーズの選手にありがちな話でありますが、打者天国クワーズでプレーする恩恵をかなり受けている可能性はあり、ホームで打率3割3分6厘 OPS9 割5分6厘に対して、敵地では打率2割4分6厘 OPS6 割5分4厘なので、その影響だけは気になるポイントかもしれません。ということで動きそうな選手を見てきましたが、まだどこのチームが売り手に回るか定まっていない部分もありますので、明確なスター選手には欠ける印象の市場ですが、ここから6週間の戦いぶりによって売り手に回るチームは増えるのか。とはいえ今年は例年以上に混戦となりそうですので、売り手が少なめ、売り手有利な市場となる可能性はありそうかなと。トレードデッドラインに向けてちょくちょくこういった感じで注目選手をピックアップできたらなと思っていますので、トレード市場を追いたい方はぜひチャンネル登録してお待ちください。ということで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。